全然止まってない。あ、やりすぎてこれが割れちゃった。やばい。戻そう。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、タンサックです。今回はアシェットさんの週刊ウルトラセブンポインターを作る10号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのポインターを作るの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。他1/4、そしてチャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。今回は何やら重たそうなのと LED っぽいのがついちゃうね。そしてこちら書店で ご購入している方は、予約しないと書店に入荷しませんよということで、16号までは申し込まなくてもいいけど17号以降はもし書店の方は予約してねということが書いてありました。30号までご購読いただいた方はもらえます。はい、それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。はい、それでは10号はフロントフェンダー右側にヘッドライトを取り付けるということで、9号で準備したフロントフェンダーにヘッドライト、フレームとレンズ、LED を取り付ける。パーツの向きを間違えないように注意しましょう。ということで、ヘッドライト、フレームとライトハウジングと LED の基板を組み立てます。パーツはこのダイキャストとこれは ABS、 それからここに透明なクリアなパーツがあって LED があって LED 基板で、この2つのキャップみたいの ABS、 それからネジが2種類この1つのとこに入ってます。で、あと9号で取っといたフロントフェンダー、なんだろう、それとヘッドライトのレンズとパッキン2種類です。フロントフェンダー取っといてないけど、なんだろう。はい、じゃあ作っていきましょう。パッキンの選択とレンズの取り付け、9号で取っといたこのパッキンなんですけど、前期と後期があって、こっちの丸いのが前期で、こっちの四角いのが後期で、私は後期作ってるのでこっちの四角い方を使います。で、これを何回か軽く折り曲げて切り離す。はい、できました。ほんで、ここがまっすぐなのが上下で、ぐにゃぐにゃってなってるのが横で、ここがちょっと切れてるのが上かな。あんま関係ないかな。で、これは溝を縦方向で使います。で、この黒い方の面にこの向きを合わせてはめ込む。はめ込む。はまってる？これ。はめる。これはまってんのかな。
そしたら台紙を剥がす。で、このヘッドライトのパッキンはもうつけちゃったら交換できないので、前期作るか後期作るかは決めておきましょうということが書いてあります。で、これの状態でこっちからこう持ってこうはめるでくっつけるでよい？いいよね。このままペタッとくっつけるだけ？ん？なんか失敗する気がする。え？なんか何が正解かわかんない。ちょっと待ってよ。まずこれをはめるが分かんない。こう？これでいい？しっかり貼り付ける。これ上下はないよね。ここでしっかり貼り付けます。仕上がりこんな感じで、だけどいいかな。うん、良さそう。はい。そしたらヘッドライトフレームに取り付けます。これにこれをこうして、上からこう、こうして、で、後ろから止めます。ちょっと待って、まずはこの黒い丸いのをここに入れて、違うわ、ここだ、こっちに入れて、で、銀色のネジで留めます。あららら、反対側めっちゃ難しそう。ちょっとちっちゃいネジで、ちっちゃいネジじゃない、ちっちゃいドライバーでやります。回しにくい。どうやって回すんだこれ。こっちはいいけど。よいしょ。わあ、狭い。よいしょ。はあ、むず。できた。そしたら次に、このヘッドライトを裏返しにして、この透明なやつをはめます。向きはないかな。こうはめて、左右のビス穴に、あ、違うわ、違うとこ読んでた。はめます。そしたらこの穴の方をこっち向きにして、で、これをよく見ると、大きい方と小さい方でもう一緒に見えるけどね、こっちがやや大きいかな。こっちが大きいから、大きい方と、ピンが左側になるから、ピンを左側にして、で、大きい方の穴に入れます。ほんで穴が小さい方とこのビスを合わせます。
小さい方の穴と小さい方の穴にビス。あれ全然ダメだ、めっちゃ曲がってる。このビスちっちゃい。よし、完璧できた。そしたらここにはめます。ビスの方を奥側にしてこう。ここむず。ここ止めるの、ここ止めます。うわ狭。よいしょ。こっちはまだいいんだけど、こっちはいいけどさ、こっちが狭いね。あのめちゃくちゃ長いやつでやるといいかもしれん。はい、このめっちゃ長いやつ、これでやってみたいと思います。お、回る。これいいな、めっちゃ回る。ここもいけるかな。だだだ、突き刺さる。おー回る、めちゃめちゃ回る。全然止まってなかった。こっちはさすがに止まってた。お、これめっちゃいい。ということはこちらも、こちらは止まってるかな。お、すごい回る。ゆる、めっちゃゆるい。え全然止まってない。あ、やりすぎてこれが割れちゃった。やばい、戻そう。やりすぎるとこれが割れるらしい。ほどほどに。あ、割っちゃった。これこっちもパキっていったの割れたんか。こっちは割れてない。ああ、最後の最後でこっち割ってしまった。でも閉めれてよかったです。 OK、 これでぐらつきなし。いいね。 OK、 できました。これで10号は完成です。できたね。はい、それでは次回のポインターはババン、オーバーフェンダーと2種のフェンダーミラーを組み立てるということで、オーバーフェンダーってこれかな。なんかこれよく取れるんだけど、これ磁石でこうひっついてるんだけどよく取れます。これかな。これとミラーの取り付けって感じでしょうか。まだこれは、まだこれはつけなさそうですね。はい、お楽しみに。はい、では今回はこちらのパッキンとそれからここを取り付けました。長いドライバーがあって助かりました。ありがとうございます、石神さん。スヌーピー用だったけどね。ありがとうございます。あとちょっとね、パッキン貼るのが難しかったです。なんかこれで合ってんのかなって感じ。あとこれね、この中、あ、中じゃなくてこの、これをこれ外して中のを閉めるんだよっていう話だったんですけど、全然これ取れんくって、ちょっとなんか次支障があればなんとか頑張ってこれ外したいと思うけど、めっちゃ傷がつきそうなので、ちょっとねなかなか取れそうにないです、左の前。
ということです。直せませんでした。はい、タンサックではしょっちゅう模型作りの生配信もしております。タンサックのサブチャンネルではウルトラセブンの解説動画も配信しています。ぜひサブチャンネルの方もチェックしてみてください。そしてライブではいろんな模型を作っております。ぜひライブにも遊びに来てください。ありがとうございました。だんだん、また見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルではデアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ。週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。